動画編集基礎教養講座この動画では視聴者維持率アップにつながる動画作りの基礎知識をお話しさせていただきますお伝えする内容は一視聴者維持率とは二何が興味を持続させるのか映像等と音 3. ジャンプカット編集四まとめ で本題に入る前に、お前は誰だと思っている視聴者の方々に自己紹介を20秒で、僕は八王子国の歩き方という街おこし系グルメ動画の YouTube チャンネルを運営している中野智之と申します。本格的に YouTube 活動し始めたのが2年前、登録人数が1万3000人、平均視聴回数2.5万回、SNS のフォロワー0人の50過ぎ面白体型無名の差が、月1本のペースで動画をアップして、ここまで視聴者を増やすことができた。その秘訣を本日はお話したいと思います。あ いつも僕の食レポ動画を見てくださってる方々に見られたら恥ずかしいかな裏側をね、全部話してますんでね、あいつこんな戦略的にやってんだとかね、きっとね、興ざめしちゃうと思うんですよ。僕の動画見るの嫌になっちゃうね。手品の種、全部バラしてるような動画で。 視聴者維持率とは、動画の尺の何パーセントが見られているかの平均値を示したものです。要するに、その動画が視聴者の興味をどれぐらい持続できたかを知るための指標でございます。もうざっくり言ってしまえば、その動画の面白さの目安です。YouTube を見ていてこんな経験ありませんか自分の興味のあるタイトル見つけて、動画を見始めたけれども、喋りが悪いんだが、編集が悪いんだが、演出が悪いんだが、とにかく見ていらんないみたいな経験。本なんかでもあるよね。買ったはいいけど、ほとんど読んでないってこと。いわゆる積んどくってやつ。つまり、情報を提供しただけでは、 情報はなかななかか吸収しいいということととでです情情報は情報は伝えるるスキルとセットで初めて吸収されるこの動画で伝えたいことの本質は視聴者に動画を最後まで見続けさせる主たる原因は何なのか人が何によって興味を持続しているのかあるいは映像における快楽とは何なのかを解き明かしその因果関係を動画作りに反映させるようにするにはどうしたらいいか でございます興味の持続の要因これが分かったらさ動画の作り方が変わってくるとは思いませんか何が興味を持続させるのか映像と音え動画の構成要素は映像と音です。知ってるよねそんなことはでは映像と音が視聴者に与える影響力はどちらが大きいと思いますか映像 多くの方はそうお答えになりますが実は違います音の方が影響力が大きいのでございます動画作品におけるパワーバランスは映像が3で音が7ですでごろよく映像3部音7部と覚えてくださいませ音の影響力は映像のそれよりはるかに大きいええー、嘘だデータ通信量も音よりも映像の方が大きいしにわかには信じられないというあなたこのチャプターではまずはそのあなたの脳内にこびりついたイメージをブレインウォッシュして音の影響力がいかに動画を支配しているのかを 実感できる具体例を提示していきたいと思いますこの章で把握していただきたいのは人が何によって興味を持続しているかです動画を見ている時に人の興味を牽引している主な要因は音です音の重要性 例えば、アクション映画を音を消して見てみてくださいませ。マットマックスイカリオンデスロードタンクローリー横転大爆破のシーンもミュートしてみたら心が微塵も動かないことがわかります。あれさ、ドカーンって音の方に心が反応してるんだよね。この例一つとっても映像よりも音で人の心に働きかけた方がコストパフォーマンスが高いということがわかりますよね。音は映像よりもデータ量は少ない。しかし、人間がキャッチする感覚情報量ははるかに大きい。もちろん空間把握とか色相把握など映像の方が優位な情報もあります。この場合、映像というのは はあくまででもモニター内のの映像のことです肉眼で見ている映像とモニターに映し出された映像との間にもまた大きな情報量ギャップがあります。我々が肉眼で捉えている現実はデジタルに記録されモニターに映し出されるとその情報量はなんと200分の1に削られます。動画撮り始めの頃とかにさこんな経験なかったもう張り切ってベラ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 喋ってさ収録してでいざ編集となってモニターの中の己を見るとあんなにテンション上げて喋ったはずなのにモニターには覇気もなくうつろに喋る自分が映し 出されているなんて経験役者やテレビタレントは二次元になると情報量が削減されることを分かっているのであえてわざとらしく大げさに振る舞うのでございます僕らは素人 YouTuber 周知心がぶっ壊れた芸能人とは違って大げさに演じるなんてことをできやしないだから BGM や効果音や編集スキルを駆使してあ情報量を保管するのでございます動画を制作する際のいろはの意はアドビソフトの使い方を覚えることではありませんまずは音の持つ影響力を理解しその効果的な使い方を知ることにあると言っても過言 ではございません音の効果と一口に言っても声 bgm 効果音リズムといったふうに様々なアングルからアプローチできます例えば bgm の持つ力を言語化するとこうなります bgm は言葉での説明なしに視聴者の心情をダイレクトにコントロールすることができる。悲しいメロディーが流れれば説明ゼリフや状況を説明するシーンなどがなくても これは悲しい物語なんだと視聴者は理解いたします。メロディーが持つ力を正しく理解し動画作りに反映させればあなたのコンテンツは価値あるものとして視聴者に認識されます。なんか堅苦しいね話し方があ。ごめんね。これもう少しほぐれた感じでいこう。メロディーの持つ魔力ってあるじゃない。それを利用した表現って歌謡曲っていうかポップスっていうかロックっていうかもう歌全般がそうだよね。昔さ、吉祥寺の街をうろうろしてたらストリートミュージシャンが歌を歌ってて。で、それが めちゃくちゃいい曲だったんだよね。サビの部分がね、もうこう胸に刺さってね。あ、よかったなぁ、あの曲。で、その歌ってた人に、いい曲ですね、つって。あなたのオリジナル曲ですかって聞いたら。あ、い,いえ、ツンクの曲です。ってつって、つ、つんくあ、あの、あのツンク？あ、ツンクがアイドルに作った曲です。って言われて。で、CD 買って歌詞を改めて読んでみると、ま たた大した歌詞ではないんだよね。まあ、凡庸なよくある歌詞。テキストで黙読するだけだと単なる陳ンプな言葉。しかし、一びメロディーとシンクロすると心を貫く言葉に変わる。メロディーが先に情緒の扉を開けるので抽象化された言葉が心に響く。メロディーは陳ンプな言葉、つまり情報価値の低い言葉にレバレッジをかける。ありふれた歌詞が時々痛いほど胸を刺すのはそういうことです。 無意味なことや大して面白くないことでもメロディーやリズムに乗せて表現するとその内容以上の力を持ちます。お笑い芸人さんの中でリズムネタが下に見られているのはそのせいであります。ネタのポテンシャルはリズムで粉色、カムフラージュ、デコレーションできるのでございます。リズムは意味を凌駕する。 この言葉は詩人や歌人たちの間で流通する格言です。そうです。実は内容よりもリズムによる快楽の方が長時間観客の興味を持続させることができるということを表現者たちは昔から知っていてそれを実践していたのでございます。例えば、講談やラップはリズムと声の芸。講談師の喋っている口語、文語の多くを我々は理解していない。 しかし、語呂を合わせて微分調。五七五で調子よく。リズムが生む快楽により、内容は半分も理解できていないのに、面白いと感じてしまう。フリースタイルのラップバトルもこれと同じメカニクスです。あなたはフリースタイルのラップを文字起こししたものを読んだことは終わりでしょうかリズムを失ったライミングの羅列は、正直そこまで面白いものではございません。言葉を打楽器のように使い、刻まれたリズムが快楽を生むのです。ここで最初に申し上げた言葉に戻ります。映像三部、音七部。 音を意図的に使いこなすことができれば内容は変えずとも作品の質を高めることができるのでございます参考に私の食レポ動画をご覧くださいませ前編リズムに乗せて喋っております実は各所で陰も踏んでおります私の動画のシナリオを目読しても面白くもなんともないですがリズムに乗せて喋っているとトーキングフローが生まれますのでなんとなく聞く価値があるのではないかと視聴者は錯覚するのでございます誤解って言うなよ 動画のパワーバランスは映像3部音7部人間は映像より音にセンシティブに反応するつまり音にフォーカスして動画作りをした方が視聴者の興味を保ちやすいこれをさらに抽象化するとすればえ人は内容よりも伝え方によりセンシティブに反応しているということでございます勘違いしないでくださいませよ内容より伝え方が大事と言ってるわけではございません内容はもちろん大切でもねどんなに良い内容でも途中で離脱されてはえ内容も減ったくれもないんですからだって見てないんだから最後まで 内容わかってないですよね。僕らの生きる世界線は内容変調型社会。どうやったら伝わるかにもっと意識を放課する必要があるんではないかと私は思っております。2021年全世界にアップロードされたデジタルデータの量はなんと44ゼタバイト。ゼタバイト聞き馴染みのない単位だと思いますが、ギガバイト、テラバイト、ペタ、エクサ、ゼタ、ベラ、別ッピンと続きます。とにかくとんでもない量の情報がネット上には存在いたします。が、我々が吸収できるのはそのうちのほんのちょっぴり。 情報吸収効率を上げる工夫が一般化すれば人類のリテラシーはもっと上がるはずあなたがもし動画の内容えつまりシナリオ部分に重点的に自身のリソースを割いているのならば次の動画作りの際には内容3部伝え方7部のバランスで取り組んでみてはいかがでしょうかきっと新しい発見があると思いますよ偉そうになんだ俺3ジャンプカット編集 動画のリズムを作り出す方法としてえ、最も一般的なのはジャンプカット編集です。いろんな YouTuber がやってますからね、ご存知かと思います。やり方は至ってシンプル。編集で間を徹底的に詰めるだけ。えーっと,、うん、と、あの、などのつなぎ言葉はもちろんのこと。思考を巡らせている間や、息継ぎのままで全てカットし、動画を圧縮すると自然とリズムが生まれます。加えてフローも生まれます。えリズムはわかるけど、フローも と思ったたあなたやってみるとわかります。言葉は連続して喋るほどに音程が下がっていきます。ですから、このようにして一度音程を上げる必要があるのでございます。決してメロディアスではありませんが、圧縮編集することにより喋りの抑揚が強調されるのでございます。そりゃね。 和芸のプロ、男子やラッッパーが時間をかけてゲットした名調子えつまり語りによって生み出される抑揚とかリズムとかフローとかメロディーとかそういうものと比較すればだいぶ見劣りいたしますでもねこんなインスタントなリズム生成方法だけどもね視聴者の離脱を防ぐ効果は十分にございますまずはジャンプカット編集で間を詰めてえリズムある動画に仕立て上げてえ視聴者が少しでも楽しく見られるようにいたしましょう言うまでもないことかもしれませんが祝編集にはもう一つ利点がございます一つは今言ったリズムの快楽による興味の持続もう一つは時短で情報を吸収したいという現代人 のの欲望を満たしてくれるのでございます情報がやつぎばやに高中より吐き出されていれば人は情報に対する期待値を維持できます逆にダラダラと間延びした動画はどんなに貴重な情報を提供していたとしても視聴者は情報吸収効率が悪いと判断して離脱してしまいますだからね大した情報なくても次から次へと喋っていれば人は離脱がしづらくなるのえいなんて志が高いでもねリズムがあってて初めて、ま が生きるのでございます。動画が見やすくなると、いいねがついたり、コメントが入ったりします。成果が出ると、やる気が出ます。やる気が出れば、維持継続ができ、スキルアップまでの時間的猶予を確保できます。誰も見てくれないとやめちゃうからね、動画作りを。1年くらいやればね、編集も相当上手くなるしね、編集のアイデアもたくさんストックされます。あ、音の力で視聴者の離脱率を下げるスキルで言いますと、他にもこんな裏技があります。音声編集ソフトなどを利用して、声のピッチを少し上げるのです。そうしますとですね、滑舌よく聞こえる効果と、音の密度を が上がりますので聞き取りやすい声になるんでございます声優さんの声が聞き取りやすいのは声の密度が高く音圧があるからでございますその音圧を編集加工ソフトでインスタントにゲットできるのでございます自分の声がねなんか聞き取りづらいなと思ったらやってみてくださいませちなみにこの声もちょっとだけピッチを上げております4まとめ情報はそのまんまでは誰も見てくれない 素晴らしい専門知識は確かに栄養素の高い食材だがそのままでは多くの人は飲み込めない情報吸収効率が良くなるようにリズムで美味しく加工してようやっと食べてくださいます僕の場合だと八王子の町おこし動画をやってるんでございますがストレートなお店の紹介を精密にやったとしても誰も見てくれないのでございますですからリズムやトーキングフローを駆使して興味の持続を促してるってわけ本当は音を使った興味の持続のスキルってもっとあるんでございますベースのロジックだけで全然具体的な話をできませんでしたが音 ハメのスキルとかねダブルボイスとか bgm のシンクロ率とかまあなんかいろいろあるんですあ、情報吸収効率を上げる方法は音のスキルだけではございません笑い比喩物語など情報にまぶして伝えると情報吸収効率はアップいたしますご要望があればそれもまたいずれ動画にしたいと思ってますリズムに乗って喋ってますこれが圧縮編集ですはい、動画はこれで終了です皆さんどうもありがとうね良ければこっちも見てください、はい